Python できます。Python でライブラリーいじれますだけじゃダメなんですね。またプラスアルファで知識が必要なんですよね。なぜこの領域がおすすめかというと、ほとんどがですね、Python のスキルだけで完結するからです、ね。あるい Python のライブラリーとかを把握していれば問題なくできたりするので、そういう意味でこの3つの領域をおすすめしているわけなんですね。皆さんこんにちは。プログラミング講師の今にです。本日は、Python で副業するならというテーマでお話していきます。 まずは本動画の趣旨からです視聴者の方からですね Python で副業ってどうですかとたまにコメントをいただいたり視聴者の多くは Python での副業を考えていると思うのでぶっちゃけ Python で副業っていうのはどうなのかについてお伝えしていきます、えー、結論からお伝えします Python での副業はありかというと個人的にはありだと思っていますしかし条件付きでありだと思っています どんな条件かというと、まあ、具体的には特定領域の案件であれば OK だと思っています、えー。特定領域に関してはですね、また後ほどお話しします。単に副業を考えるだけなら、Python は正直おすすめではないかなと思っています。というのも、他にも 副業しやすい稼ぎやすすいい稼ぎカテゴリーがあるからで,すではなぜこのチャンネルで Python をメインで教えているのかというとそもそもこのチャンネル自体はですね Python でスキルを身につけて副業してほしい稼いでほしいと思っているから運営しているわけではなく Python で業務の効率化自動化を行うことによって業務負担を減らし本質的な仕事ができるような環境を自らですね皆さんに作り出していってほしいと思っているからこのチャンネルを運営しています。 いわゆるプログラミングによる業務効率化を実践してほしいからです。ではでは実際にですね、まあ、とは言いつつも今回のテーマであるもし Python で副業するならということでお伝えします。えー、正直この領域はま、特にお勧めできるのかなと思っています。えー、Web スクレーピング。 自動売買、データ分析です。えー、まず一つ目、ウェブスクレーピング。えー、これに関しては皆さんもご存知だと思うんですけれども、Web ページ上からデータを収集する技術ですね。それこそ営業リストを収集したり、まあ、企業情報を収集したり、求人情報を収集したり、えー、競合他社の商品情報を収集したり、そういったことをできるのがウェブスクレーピングです。 これはですね、まあ、Python だけを知っていれば、まあ、おおむねですね、Python の技術だけで完結することができるので、まあ、この Python の中では比較的、えー、手っ取り早いというか、副業しやすい領域かなと思っています。 それこそ、まあ、クラウドワークスとかランサーズ、ここならとか見てあげると、Python スクレーピングと打つと、まあ、ここで224件の仕事が見つかりましたと出てくるわけですね。まあ、すでに終わっている案件もあると思うんですけれども、まあ、何個かですね、ウェブサイドのスクレーピングっていうのが、まあ、数千のものもあれば1万円、10万円超えてくるようなものもあればということで、まあ、いろいろとですね、案件が出ていたりとか、まあ、それこそクラウドワークスも同様です。え、132件ということで、えー、まあ、僕集終了したのを隠すと、まあ、今は4件ぐらいしかないですけれども、といってもですね、今 ままででにいいいいくくつもすすねスクレーピング案件が出てきているっててきるるととのをしししっかかり示れなと思いますしここならですね、出品というよりも、またどちらかというと仕事をですね、掲載するというよりも、ユーザー側が実際に手に職を持ったスクレーピングできる人がこういうふうに案件を募集しているんですけれども、この方で言うと46コメントついているので、46件分こなしたりとか、この方は5点、この方は22件というふうに、かなりですね、ここのここならの人たちもですね、案件をこなしているのかなと思うので、 ウェブスクレーピングは非常におす,すめで,すで次、自動売買ですね。それこそ仮想通貨とか株式、こういったところの自動売買っていうのはですね、いろいろとブログとかにもコード載ってたりとか、まあ、単純にですね、ここで重要なのは、売ったり買ったりをするっていうところじゃなくて、メインのロジックの部分なんですよね。どのタイミングで売るのか、どのタイミングで買うのかっていう、そのロジックの部分をどう組めるかっていうのが重要なので、Python とこのロジカルシンキングというとあれですけど、ロジックを組む力とはもうこの株式とか、いわゆる仮想通貨っていう理 領域のドメイン知識を持っていればこの部分はうまくできるんじゃないかなというふうに思っています。 で、最後三つ目が、データ分析です。まあ、これ、いわゆる AI 機械学習というところにも結びついてくるんですけれども、まあ、それよりも,もっと手前の手前ろと言ったらですけれども、本当にデータを分析するというところ、まあ、データを分析するというと、Excel で分析したりとか、えー、それこそ BI ツール、Power BI とかタブローとかを使った分析もありますが、まあ、そのうちの一つとして、プログラミングを用いて、まあ、つまり Python を用いてデータ分析をするっていうのも、一つの副業としてはいいのかなと思います。それこそ、もともとデータ分析をしていましたよとか、まあ、数人強いですよとか、データ読み取る うまいですよっていう方はですねこの辺がおすすめかなって思っています というのはですね、なぜこの領域がおすすめかというと、ほとんどがですね、Python のスキルだけで完結するからです。Web スクリーピングも、Python の中のセレニウムとか、まあそういった、まあライブラリを用いて、かつ、まあウェブページの情報、ウェブページがどうやって構成されているのかとか知れば、おおむねできますし、自動売買も先ほどお伝えしたように、まあ基本的にはライブラリとか API の使い方が分かればできるので、メインはロジックの部分だったりとか、データ分析も、まあ大きくですね、3つ4つぐらい、このデータ分析に関わる Python のライブラリとかを把握していれば、 問題なくできたりするので、そういう意味でこの3つの領域をおすすめしているわけなんですね。じゃあ、その他の領域はということで、皆さんが気になっている領域もしかしてここにないかもしれません。他の領域はというとですね、例えばですね、まあ、ウェブスクレーピングとか、ウェブページを作ったり、ウェブアプリケーションを作ったりとか、えー、なんかもっと高度なことをやりたいとか思っている人もいるのではないでしょうか。でその領域をですね、おすすめしない理由としては、ここに書いてあるように、Python 以外の知識も豊富に必要になってくるため、まあ、学習コストがかかるんですよね。まあお金 ももかかかかるるし時間これがやっぱりですね、大きいかなと思っています。まあ一つ例を挙げるとすれば、Web ページ、Web アプリケーションを作るのであれば、HTML、CSS、JavaScript、Web サーバーとかアプリケーションサーバー、まあ様々なですね、知識を踏まえた上で作らなければいけないので、Python できます。Python でライブラリいじれますだけじゃダメなんですね。これがやっぱりですね、まあいろんな意味でのコストとかかかるので、なかなかあの手っ取りバイクできない部分かなと思っています。まあそれにですね、この部分っていうのは、やっぱりですね、長年やってきた人のほうがですね、まあ、この辺の知見、 あったりりすするので、まあ、よりでよね例えばアプリケーションの表示速度を速めるためにはとかって言われたらまたプラスアルファでで知識が必要なんですよねそれに対して先ほどお伝えしたようなこの領域がおすすめというものは、まあ、そういうのはあまり必要とせずですね、まあ、もちろんドメイン知識とかは必要なんですけれどもこの領域と比べると、まあ、狭い領域で深く、えー、知識が必要なのが、えー、この領域なのまあおすすめ領域なのかなというふうに思っています。 なので、もし皆さんがですね、副業をしたいと思うのであれば、ウェブスクレーピング、自動売買、データ分析とか、えー、こういった領域のものをですね、あの、先ほどのランサーズ、クラウドワークス、ここならとかで探してみるといいかと思います。あ、この案件なら、あと自分がもう1ヶ月ぐらい勉強したらできそうだなとかっていうのを見えるとですね、副業のモチベーション、えー、案件を獲得するのモチベーションが出てくるかなと思っています。ただ、一、えー、つお伝えしたい点としては、この3つすべてが、えー、ランサーズ、クラウドワークスとか、そういう場所から取れるわけではなくてですね、まあ、ウェブスクレーピングとかは案件とか、 がこっててたりするるんでもととかかこれあしデータ分析はそなな多く外に出のういうのはですね、大体知人とか、それこそ私の元同僚の今、独立した人がいるんですけれども、その人もどちらかというと知人経由で案件紹介してもらって獲得しているっていうもので、ゼロベースでこういうクラウドワークス、ランサーズから獲得するっていうよりは、どちらかというと知り合い経由とかつながり経由で獲得することが多いかなというふうに思います。それに データ分析とかであれば社内のデータとか個人が持っているデータで分析を始めるというとこともできるので副業というよりもまずレベルアップとかは身の回りのことからどんどん,どん,どん取り組んでいけるかなというふうに思っています。はい そして、単純にですね、やっぱ副業したいな Python とかじゃなくて単純に副業したいなら、個人的には動画編集とかウェブページ制作、デザイン周りとかの方が重要あるんじゃないかなと思っています。ウェブページといってもですね、単純に今までのウェブページを作るとかっていうのよりは、ノーコードツールで簡単にウェブページ作ることができます。私が気に入っているのはスタジオというですね、簡単にウェブページを作れるものなんですけれども、そういったのが発達してきているので、デザインができて、そのノーコードを使えるとかっていう方がかなり重要あるんじゃないかなと思っています。 なぜこれをですね、私が挙げているかというと、まあ、私自身が、えー、外部の人に依頼することが多いものだからです。それこそ動画編集、まあ、もちろんしてますし、Web ページ制作ということで、まあ、これはですね、例えば会社のホームページ作ったりとか、何かのランディングページ、LP 作ったりとか、まあ、そういった時にですね、よく使っています。で、まあ、やっぱり、ね、この部分は自分もお願いする身としてすごい重要あるなと思っています。まあ、その分ですね、ウェブページ制作となると、他にもやってる人たちたくさんいるので、まあ、レッドオーシャンではあるものの、副業の視野 安さで言ったららままああこちらの方が全然あるんじゃなないいかなと思います、まあ、動画編集もですね YouTube とかだけでなく、まあ、今はですねやっぱ 5G、5G とか言われている中でどう当たり前になってくる世の中も当たり前になっているんですけどもさらに当たり前になっていくっていう世の中を考えた時にやっぱ動画編集っていうのは、まあ、結構ですね強いんじゃないかなと思いますし私もやっぱいろいろこのチャンネルをはじめとして動画を編集するということをですね依頼している中であこの領域はですねまだまだ続くなっていう感覚を持っていますあとはやっぱりデザイン周りですかね、えーサムネ メール作ったりとかそれこそ何かしらの広告パンフレットとかチラシ作ったり LP コーポレートページのデザイン作ったりというところでもここもですねかなりホットなんじゃないかなって個人的には思っていますしデザインは非常に重要だって個人的に考えているのでこの3つをピックアップさせていただきました はい。ということでですね、まあ、結論としてですね、私がお伝えしたいのは、Python で副業するのは、ちゃんとですね、ジャンルをしっかり見極めてください。で、見極めた上で、まあ、見極め方もそうなんですけれども、案件サイト、クラウドワークス、えー、ランサーズ、ココナラとかを見てですね、その他の、まあ、案件サイトもあるので、そういったのを見て、どれくらいのレベルが必要そうかをちょっと見てください。そうすることによって、こういうことを学べばいいんだなっていう、いわゆる案件ベースで、ゴール逆算で考えていくことができるっていうのが非常に大きいかなと思っています。で、もちろん、 ししっかり勉強すすればですね先ほどお伝えした領域以外にもも Python ででで稼いでいくこともできますただですねこの部分はやっぱりプロの知見とか今までやってきた人の知見とかが必要になってくるので YouTube の動画だけでもいけるかもしれないんですけれどもやっぱりプラスアルファで多少お金払ってスクールに通うとか、まあ、スクールっていうのが正しいんですかね、まあ、そういうもっと本格的にもっと中級上級に向けたコンテンツを提供しているようなところでちょっと入ってみるとかそうしないとですねやっぱりなかなか稼いでいくっていう領域にステップアップするのが難しい のかなというふうに思っています。ということで、えー、本日のテーマ、Python で副業するならでした。